皆さんこんこにちはレックニの厚田です、えー、それでは3級 FP 本試験、えー、2021年5月向けの、えー、公表を始めていきたいと思います。えー、とまず本試験を受けられた皆様、えー、お疲れ様でした。えー、これからですね、えー、2021年5月、えー、23日に実施されました FP 試験のうち3級、まあのですね 学科試験とあとは団体が2つあるんですがまず日本 FP 協会の資産設計提案業務という科目の実技試験の公表とあとは金融財政事情研究会のところの個人資産相談業務こちらのですね同じく実技試験の公表をしていきたいなというふうに思っておりますで、まあ、こちらにつきましてはすでに、えー、実施団体から回答が 公表されておりましてまたその回答の中に 採点が載っておりますので、えー、特に採点についてはですね、えー、出ているところがあるのでそちらに、えー、そちらをご確認いただきたいなというふうに思うんですが、まあ、今回はこちらについてはですね、まあ、まずは答えを読み上げて、まあ、あの人によってはですね、あのー、持っていないという方もいると思うので、えー昨,日えー、昨日というか実際に受けられた、えー、試験のですね、えー、問題を見ながら、まあ、採点していってもらってあとはですね、まあ、これから例えば2級に 進みたいという方も多くいらっしゃるかと思うんですが、まあ、2級を学習する上えで、まあ、3級のこういうところに,に肉付けをしていけば、まあ、2級のところでは、えー、スムーズに、えー、合格できますというところがあるので、まあ、そういうところを交えながらですね、まあ、各科目、まあ10 分ちょっとぐらいの時間を使わせていただいて説明していきたいなというふうに思っておりますのでそうしましたらまず共通の科目である学科試験のまず採点だけ採点というか回答だけまず読み上げていこうかなと思いますでまあ本番はマークシートのためですねーマークシートのところの1番に丸つけたり2番に丸つけたりしていたかと思うんですがちょっと1番と2番だと分かりづらいのでこちらでは丸×と という形でですね、読み上げていきたいと思いますので、では最初3級のですね、第1問、これ正誤問題になってますので、丸とツのいずれかという問題ですが、最初のライフから読み上げていきます。ちょっと最初5問刻みで読んでいきますので、ではライフがまあ5問なので、1番からいきます。1番がツ2番が丸、3番がツ 4番がえ5番が丸と。ですから、×、○、×、丸丸と。で、6から10のリスクですが、6番が×、7番も×、8番も×、9番も×、10番が丸ということで、6から9までが×、10番だけが丸となっています。続いて、11から15の金融ですね。こちら進んでいきますと、11、 1> 丸1 2丸1 3丸1 4丸1 5丸全部丸ですね11から15まで全部丸です次16から20のタックスですが 16×17×18×19 が丸2 0が×とですから16から20については19だけが丸でそれ以外×という形になります

続いて第二問の三種卓一問題です。これはあの一二三いずれかなのでこちらは番号で読み上げていきます。また同じく科目ごとに五問ずつ読み上げていきますがライフが三十一が三三十二が三三十三が三三十四が二三十五が二続けて読むと三三三二二次三十六から四十のリスクです三十六一三十七一三十八三三十九が一 40が2、えー。連続で読み上げると、1、1、3、1、2。続いて41から、えー、45の金融ですね、えー。41、3、42、1、43、2、44、2、45が2。えー、連続で読み上げると、3、1、2、2、二、えー、続いて46から50のタックスです。46、3、47、2、48、2、49、3、えー、50が1と。 えー、46から50まで32231となります続いて51から、えー、55のですね、えー、不動産ですが51が252が153が254が155が3、えー、連続で読み上げると21213となります最後56から60の相続ですが561573581591 62連続で読み上げるととからとなりますでこれで回答自体終わりなんですがすべて共通で1問あたり1点ということでこちらは合格最低ラインが6割36点となってますので36点以上取れれば合格というふうになりますので。 こちらは採点自体は非常に簡単ですので、1問1点ということで計算していただければと思います。では、ちょっと簡単にこちらの、まあ、公表ということでですね、科目ごとにちょっとピックアップして見ていきたいと思いますけれども、えー、っとじゃあ最初、第1問のライフの1から5まで見ていきますと、まあ、ここら辺の問題についてはですね、例えば、 2番の労働者災害保障保険の保険料はその全額を事業主が負担するというふうになってますが。 まあこれはいわゆる労災ですが労災はどのような形で負担するのか雇用保険はどのような形で負担するのか社会保険はどのように負担するのかというこの3つは産休でもしっかり理解しておかなければいけないところなのでまあ労災は全額事業主負担で雇用保険は若干ですが雇用主の方が負担割合が大きくてもちろん従業員側も負担しなければいけない。 社会保険は折半、えー、基本折半というふうになってますので、まあ、こういうことは、えー、知っておくべきところかなと思いますので2級でも役立つ知識ですから、まあ、しっかり、えー、ご理解いただきたいと思います、はい、で次あとはですね 例えば、括弧5番の、えー、日本学生支援機構の奨学金対応型のうち、まあ、1種と2種があるんですが、利子がつくもの、つかないものということで、これも覚えておかなければいけないところなんですが、えー、この場合、覚え方はですね、まあ、どちらでもいいです。どちらでもいいんですが、えー、第1種は無利子と覚えておけば、第2種は反対だから有利子というふうな形で、えー、できるので、あのこれ2つ両方覚えて、 例えばですよこれ正しいのが一種が無利子二種が有利子これが正しいんですけどもあの例えば緊張してて度忘れしてしまって一種どっちだったっけな二種どっちだったっけなとなることがあるので、まあ、そういう場合は2つ覚えておくとは混乱するので1個だけ覚えると一、まあ、種は無利子だから二種は反対の有利子というふうな形で紐付けた方があの暗記する、えー 項目もたくさん FP 試験あるので、こういうふうにやっていった方がいいと思うので、そのようにやっていけば、えー、正解取れると思います。まあ、このライフ自体は、まあ、いつも通りの典型的な問題の、まあ、これは簡単なレベルの問題だと思います。続いて、えー、6から10のリスクになります。はい、えー、で、こちらについてなんですけれども、まあ、今回においては <laughs>、 うんと、生命保険が3問の損害保険が1問ということで、例えば、ちょっと最後の10問、括弧十10のところ見ていきますと、家族障害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計をとも、まあこれいつにするでもいいと思いますが、生計をともに一にする、別居の未婚の子も含まれるということで、これ正しくてですね、まあ今回の別居の未婚の子の代表例としては、 大学生の子供ではないかなと思いますただここはあくまでも 別居で未婚の子でも、生計が異なれば、例えば会社員としてですね、一人暮らしをしているという未婚の子供については、これはもう対象外となってしまうので、あくまでも本人と生計を一人している別居の未婚の子を、まあ、大学生などを想定してもらえればと思うので、その場合は含まれますよということで、まあ、こちらも子供保険とか個人年金保険とかもテキストに載っているようなところだと思うので、えーと 特段難しいということではないかと思います次え11から15の金融ですね金融のところなんですが 例えば、ちょっと11、見ていきますと、公社債投資信託は、投資対象に株式を一切組み入れることができないということで、まあ、公社債というのは、これ100%公社債というものになります。ところが、株式投資信託というものがありますが、場合によっては100%公社,債投資公社債というケースもあります。あの、これはあくまでも、予定の話な、組み入れを予定しているか予定していないかなので、株式投資信託の場合は、株式を組み入れるんだけども、 結果とととして100公社債ももあありりるということもありでも、公社債投資信託については株式を1%でも組み入れたらそれは株式投資信託になってしまうので絶対に100%公社債というものになるので、まあ、こちらは非常にまああの当たり前な常識的な選択肢ではないかなというふうに思います。 あとは、例えば15番の積立 n i 差という問題が出ておりますが、NISA、まあ、については非常に金融のところではよく出ておりますので、3級だけ,だ級だけでなく2級でも品質しているということでですね、こちらは他のものもしっかり確認いただけると良いかなというふうに思います。続いて16から20のタックスのところなんですけれども、 ちょっと例えば17番はどういう問題かというと所得税において事業的規模で行われている賃貸マンションの貸し付けによる所得は事業所得となるということで、まあ、忘れた頃に出てくるこの選択肢なんですけどもあのこれ事業的規模で行っているかそうでないかであの所得が変わることはありません。 えー、ですのであくまでも賃貸マンションは、えーまあ、これは建物の貸し付けになってますのでこれは規模が例えば1部屋であろうが100部屋であろうが不動産所得で変わりません事業的規模で行われることによって変わってくるのは青色申告特別控除額のようなものなので、まあ、そこはしっかりですねあの事業的規模だから事業所得ではありませんので、まあ、そこは気をつけていただきたいなというふうに思います あとは、かっこ19番で、まあ、これいわゆるイでこの話ですね、イでこにつきましては、これ、えーとですね、名前が小規模企業共済等掛け金控除の対象になってくるので、厳選聴取票のところに、ですね、えー、小規模のところに金額が入っていると、一般の会社員の方は、ですね、まあ、イでこに加入している分だということが分かるようになっていますので、まあ、これは最近の、えー、出題でよくある内容です。続いて21から25の不動産ですね。<laughs> で、こちらについてはですね、えー、例えば22番の 都市計画法において市街化調整区域とはおおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域とありますが、まあ、これはですね3級であろうが2級であろうが絶対にですね市街化区域と市街化調整区域の定義を覚えなければいけないところですでまさに今回の問題はおおむね10年以内に計画的に市街化を図るということはこれ市街化区域の定義ですですので、まあ、市街化調整区域はえ抑制すべき区域という,ふうになってますので、まあ、22番はこれ絶対に正解を取らなくちゃいけないかなというふうに思うのであのこういう定義 定義をしっかり覚えておけばあの取れる選択肢もたくさんあるので、まあ、こういうところ基本的なところの積み上げが2級につながっていくので、まあ、これはぜ,ぜひとも市街化区域と市街化調整区域の定義は覚えていただきたいなというふうに思いますでは26から30の相続ですけれども 例えば26番、ですね、これ、歴年課税の基礎控除の問題ですが、あの最後に最高で2人いるから110万る2人分で220万みたいな記述になっておりますけれども、贈与税の基礎控除額は、あくまでもらった側で決まっていくので、上げた側で決まるわけじゃありませんので、もらった人は誰からもらっても1年間で110万超えたら、ですね、贈与税かかりますよ。まあ、今回おお父さんお母さんん母からもらもってますが、 お父さんお母さんから仮に110万ずつもらえば220万から110万いて110万に対して5%かけていくという形になります。 まあ、あとはあ、えー、大丈夫かなと思うので、ちょっと一旦これで相続を終わりにします。はいでは次、三子択一です。で今、生、あ、後、のー、問題をやってきましたが、あのー、30問ずつ、最初の30問が生後問題、後半の30問が三子択一となっていますで。どっちが簡単か難しいかと聞かれたら、まあ、私の場合はもう間違いなく三子択一のは簡単ですと申し上げます。あ例えば 生問題っってててわわかかららななないいとどんん頑張もも考えてもからないんですよただあの確率的には50%で当たるので分からなくても必ず入れるまあ分からなかったら例えばその日1番にするとか2番にするとか、まあ、それは決めてもらってやればいいと思うので、まあ、それでも3級はだいぶ、えー、点数は拾えると思います。 で三子択一については、例えば、えー、回答上ありえない回答が出てきたりするので、まあ、そういうのを、えー、外していったら、例えば結局二択の問題になるということもあるので、あの三子択一の方が問題自体は簡単ですから、えー、そのように考えていただければと思います。では最初の第2問のところの、えー、ライフなんですけれども、<laughs> えー、例えばですね、 まあ31番のような、えー、これは係数、えー、早見表の6つの係数を使った問題ですけども、まあ、これはもう暗記するしかないかなと思うので暗記していれば解けるような内容ではないかなと思いますあとですね、まあ、34番の、えー、老齢基礎年金の増額率は1月あたり何パーセント増えるかというのを覚えておけば、まあ、今回の場合24ヶ月ということになってくるんで答えが出ると思いますのでまあ 増額されるときは、人一月あたり0.7%、前倒しする場合には0.5%、後ろに繰り下げる場合が0.7%ひと月あたり増えて、前倒しする場合は0.5%ひ月あたり減るという、これはもう必ず覚えておかなければいけないところなんで、覚えてもらえればと思います。続いて36から40のリスクなんですけれども、 例えば36番のソルベンシーマージンは、これはもう200%というのを、まあ、覚えていらっしゃると思うので、それが分かっていればすぐ1番選べるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはですね、まあそうですね、まあちょっとこれは、まあ、あの、できる、できないはあるかもしれませんが、まあ、最低のところでえ取ってもらえればと思います。次、41から45の金融なんですけれども、例えば43番の 格付けなんですけれども、えーまあ、要は投資適格債、まあ、ジャンク債のことを言っているので、じゃあ、ジャンク債より上の場合はどこからなのかというとですね、えー、今回の場合だとですね、WB 以上、WB 以上であれば適格債、適格、適、え、格、ーえーえー、ごめんなさい、この場合はと、えー、ですね、 2番、えー、トリプル B 以上、えー、が適格債というふうになってますので、それより下の場合についてはですね、えーまあ、ジャンクというふうになってきますので、えーまあ、ここのところもですね、まあ、の会社によって表記違いますが、まあ、この、えー、形でいいと思うんで、えー、トリプル B とか、ダブル B とかでいいと思うんで、このような形で、えー、理解いただければと思います。 投資的確そうですねであとはですね、まあ、ちょっと今回の場合、まあ、45番がポートフォリオの期待収益率のところがありますがこれよく2級とかではですね計算問題で、まあ、これもあの学科試験の問題でよく出てくるんですがこれ単純にですね A 資産の期待収益率 3%×80% プラス B 資産の期待収益率 2%×20% これ足し合わせたら答えが出るという非常に簡単な問題なので、えー、これは2級でも よくくく出ててる問題だだといいううふうに理解してください46から50のタックスなんですけども、例えば46番の退職所得の控除額の計算式、これを必ず覚えておかなければいけないので、あの選択肢を見ると2分の1かけているものもありますが、2分の1かけるのはあくまでも退職所得の金額なので、退職所得控除額の計算定上は2分の1関係ありませんから、まあ、2番と3番のいずれかということでなっていくという形になります。 あとは47番が損益通算という問題が出てますが、損益通算はもう FP 試験ではほぼ毎回3級でも2級でも出てくる形なので、しっかり内容を理解いただければというふうに思いますので、今回の場合は雑所得はいくらマイナスがあってもこれは損益通算できませんから、不動産と事業を足して終わりというのが今回の47番の解き方になります。 次、51から55の不動産になりますけれども、えーまあ、こういうのって結局覚えてなければいけないんですが、まあ、52番の、えー、1000人媒介の場合は3ヶ月が最長であるというところであったり、えー、あとは53番のですね、えー、規約の変更については、4分の3ですかね、4分の3で、えー 決まるとで3分の2と3分の2というものは、えー、区分所有法の中ではありませんから、まあ、この場合は区分所有をしていれば1番がなくて2番と3番いずれかだというふうな形で、えー、絞り込みはできるかと思います。で最後の56から60のですね、えー、相続事業承継のところなんですけれども例えば57番の、えー、法定相続分の話なんですが特にこれ何も書いてありませんからまあ、あのこれは。 まあ、結局は相続税法でも民法でも一緒になるかと思うんですけれども、まあ、何もなければこういう問題は民法で考えてもらって、まあ、順番を決めていくんですが今回 A さん亡くなりました子供いませんお父さん母さんもいませんということで第3順位の、えー、姉 C さんがいるので第3順位で、えー、相続かの順番が確定とそうすると、えー、妻 B さんが4分の3、えー、残り、えー、4分の1を姉 C さんが、えー 相続するという形なので、まあ、これも慣れてくれば、決して難しい問題ではないかなと思います。 で58番もですね遺留、えー、分の金額の話がありますが法定相続人が誰なのかというところですが今回の問題も別にですね、えー、放棄も何もありませんから今回、相続人が4人いますので、まあ、4人いてですねということは相対的遺留分が2分の13億の2分の1あとは、えー、そこに法定相続分かけていくという形なのでそれを理解していれおればそんな難しくない問題ではないかなという,ふうに思います。とというここででですねこれで、まあ 学科試験、ちょっと長くなってしまいましたが学科試験の公表、まあ、終わりにしたいと思います。では次がですね、すみません、えー、日本 FP 協会のまずは、えー、実技試験からいきたいと思うので、近、ま、罪、あ、を受けた方、ちょっとお待ちください。では、えー 日本 FP 協会の実技試験ですがこちらはまあ毎度おなじみですね20問ありまして100点満点の20問ということでこれもどの問題も一つできると5点ということで12問以上正解が取れれば合格というふうふになっております。 でちょっと私も問題眺めてみたんですが、まあ、細かい問題もあるなあということではありますがただ、6割を取るということで考えていけばですねあの6割は一般的な、えー、しっかり基礎的なところをやっていけば取れるのであの高得点取れなくても60点は取れると思いますのでしっかりそこら辺のところをです、ねえー、基本に忠実に学習していただければと思います。 はい。では、最初の、まあ、あの、ところですが、例えば、問い1のところなんですが、まあ、コンプライアンスに関する、えー、まあ、行政問題の話なんですが、えー、こちらについては最も適切なものとありますので、えー、例えばですね、こういうのって全部、どの問題も、えー、その資格がない FP が、えー、行うものになります。 例えば、1番が投資助言代理業の登録をしていない FP が投資顧問契約を締結して、まあ、上場株式の判断について助言をする。これはやはり認められません。これはアウトな事例です。 でまた2番も税理資格を持っていない FP がということでですね別に、えー、無料参加費無料の相談会をすること自体は特に問題ありませんがその後が問題で個別具体的に触れているということで相談者の持参した資料に基づき相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行った外算計算であれば特に問題ないんですがもうれ完全に個別具体的な中に、えー、踏み込んでおりますのでこれは、えー、アウトということになります。 あります3番は、えー、生命保険募集に、えー、保険の仲立ち人の登録を受てねない FP がということでただこれはあくまでも変額年金保険の一般的な商品性ですから、まあ、これは商品性については何、えー、別に資格なくても説明できますただしどこどこ生命の変額年金となってしまうとそれも,これも個別具体的に該当してしまうのでアウトなので、まあ、これは3番選べるんじゃないかなというふうには思います。 で次、問い2番がですねキャッシュフロー表のまあ空欄の「あ」から「う」ということで、まあ、これ毎回出ている問題なのでこちらは確実に正解取れるようになっていただきたいなと思います。 次第2問がですね、えーまあ、345ということで金融がつな、えー、続いていきますけどもちょっと金融についてはですね、えー、こういうのって計算していったりとか資料読み取りながら判断していくということになっていくので3子択一ではありますけどもレベル難易度は高いかなという気はしてますのでちょっとこちらについてごめんなさい34ですねしす2問ですね2問ですけどもちょっとレベル高いかなという気はしております。 次のですね、第3問が5、6ということで、これは不動産です。 で不動産なんですけども、ちょっと別の問題見ていたら、ですね、まあ、気づくことがあったんですが、まあ、今回、FP 協会が作っているということで、問い合を見ていただきたいんですが、問い合ですね、こちらについては、まあえー、土地に建築,物を、えー、建築物を建築する場合のその土地に対する建築物の建築面積の最高限度と言っておりますので、でこのこの時点で、憲兵率を使うか、要石率を使うかの判断をできなければいけないということになります。 でこの場合は建築面積の最高限度つまり敷地に対してどれどこまで建物を建てられるかということを言っているので、まあ、この時点で憲兵率を使うという判断をしていただきたいと思いますであとは、まあ、憲兵率が使うって分かったらもう答え1つしかないんですけども、えーまあ、今回面積300平米で、えー、どんなケースでも100%までしか認められませんから、まあ、答えを見ると 2番や3番の答えはありえないので、まあ、この問題は憲兵率を使うという判断ができたら自動的に正解が取れると。 いう問題で例えば2番3番がこれ要請記率に関してですがこの2つなんか要請記率があるとどっちか選ぶんじゃないかなと思うかもしれませんが、まあ、今回の場合は冷静に憲兵率を使うという判断ができれば、えー、答えはすぐに求まるような形になってます、はいえー、では続いて第,、えー、第4問の問い7から問い9のこれ,、えー、とこれはうーんリスクですねリスクの問題を見ていきます で、まずは、あの、これは3級も2級もそうなんですけども、必ず、えー、保険証券の読み取りというものがありますので、まあ、保険証券の読み取りをしていただくので、まあ、今回の問い7につきましては、ちょっと一番下に書いてありますが、2021年中に初めてがん、悪性新生物と診断され、治療のため14日間入院し、その間に、えー、手術、給付倍率が20倍を1回受けた場合に支払われる保険金は合計でいくらであると。 書いてあるのでまあ、この場合は、えー、入院の、えー、分とですね手術の分 それを足し合わせ、あとはですね、えっ、ー、と、今回の場合、癌ということなので、特定疾病保障の特約がないかというところを確認しなければいけませんので、まあ、金額も500万台になっているので、これ明らかに特定疾病が入っているので、まあ、特定疾病を加えた上で、あと入院とですね、手術給付金というふうになってますので、まあ、そこら辺のところですね、計算できるかというところかと思います。 ただ、まあ、これ2級とかでもそうなんですが、保険証券の読み取りは必須ですから、今のうちしっかりですね、えー、特約の場合、こういう特約の場合、どういう時払われるのかというのを、えー、理解いただくのがいいかなと思います。で、今回の問題は5日の面積、えぇ、ー、4日の面積がありますので、5日目から支払われるという形なので、そこのところもですね、確認いただければというふうに思います。最近ではない契約です。 はい。で、まあ、問い8は、ま、これは、えー、保険料控除の計算なので、まあ、資料に基づいてそのままやっていただければいいと思います。ということで、えっ、ー、と、リスクはこれで終わりとさせていただきます。次、えー、第5問の、えー、10と11の、これ、タックスですかね。タックスですね。の問題なんですけども、例えば問い10の問題は、結局これ、減価償却費の計算ですけども、こちらのポイントはですね、 確かえー、とアパートを2020年7月に建てました、でそのまますぐに、えー、供用開始したとなってますので、で特に、えー、供用開始年につきましては、えー 月割り計算をしていかなければいけないので、7月なので7。8、9、10、11、12、6ヶ月ですね。6ヶ月分ということになります。あと、これ知っておかなければいけないのはまあ、今回アパートということです。建物建物の減価償却については、法人も個人。まあ、ただ産休の場合、法人関係ありませんが、えー 建物の減価償却費は法人個人もですね、共に定率、えー、定額法しか認められておりませんから、定額法を選択し、あとは今回の場合、まあ、47年が0.022なので、取得価格の7500万に0.022をかけて、あとは月割りなので1 2る1 2分の6をこれをかけてあげれば求まりますので、まあ、それをしていけばいいのかなというふうに思うので、 あの例えば、募金を習っている方とかだと残存価格という考え方があったりするんですがこれ、税法の考え方になるので残存価格は使っていきませんので、まあ、単純にですね取得価格に0.022かけてあとは1年目については月割り計算なので12分の6あるいは2分の1でもいいと思いますがその計算をしていくという形になります。 はい。では続いて、えー、第6問の、えー、これは相続ですね。相続。で例えば問12なんですが、これはもう即答できなければいけない問題だと思うんですが、まあ 遺産にかかる基礎控除額の話なんですが、これはまあ3級であろうが2級であろうがです、ね、1級であろうがすべて、現行制度上は3000万プラス600万かける法定相続人の数というふうな決まりがあるので、それを分かっていればまあ見た瞬間に2番という答えが求まりますので、この問い12番で詰まるようでは、ですねちょっと学習は進んでいないということになりますし、2級、2級1級と上に上がっていってもここの、ここの計算は必ず相続で出てきますので、まあ、今のうち に覚えていただく必要があるのかなと、いいう,うに思いますあと問13でちょっと気になるところがあるので、せっかくなので、問13を使いながら見ていきますと、まあ、遺言書の遺言書に関する問題です。でここについては、特にですね新しい民法の改正については出ていないんですが、他の科目、他の科目というか9、旧、 ととかを見ているとですね特に遺言書の保管制度あ法務局で遺言の保管制度というの事実質証書遺言の保管制度が始まってますがそちらに絡めた問題がよく出ているので産休、まあの場合はこれはですね、えー、まあ、あの改正論点が全くないのでいいんですけれども例えば、えー、この今の実質証書遺言の保管制度を使った場合通常、実質証書遺言については家庭裁判所で兼任が必要になってきますけれども保管、えー、制度を使った場合の、えー、実質 以後については兼任が不要となってますのでこれが新しいところあとはですね財産目録については、えー、これについてはパソコンで作ったりコピーをしたりしてもいいんですけども全ページに署名を応援しなければいけないとかそういう論点があるのでそれを理解してればもう完璧だと思うので、まあ、今回のところは、えー、必ず正解を取っていただきたい問題かなと思います。 続いて第、第、えー、問14の問題ですね、えー。まあ、路線化方式による相続税評価額ということで、えー、今回の場合だとですね、あの資料を見ていただくと、まあ、あの長方形の、えー、敷地があり、まあ、15メートルける2 0メートルで300平米というのがわかると思いますが、この敷地に面する、えー、路線化が210シートあります。 この210がこれ1000円単位なので1平米あたり21万円ですよということがわかりますし C についてはこれ資料の右側に書いてあります借地権割合があってこれ どこかちょっと忘れましたが、えー、問題を見ていてあったのが C についての話がですね出題として出ていたところがあったので、まあ、これは出ていなくても C を基準に考えて C が70でこれアルファベットが1つ上がると10%ずつ上がっていき逆にアルファベットが1個ずつ下がると10%下がるという,ふうな形で覚えていくのがいいと思うので、まあ、そういうふうに計算していけばすぐに答えは出るかなと思います。 で最後の第7問が、えー、総合問題ということで、まあ、説明の今回橋口さんという方が、えー、登場人物なんですけどもこちらの家族構成などを見ながらですね 問題を解いていいてくということででこの問題ではたあの必ず FP 協会の問題では問い重を見ていただきたいんですがバランスシートがを作成しましたということでこのバランスシートのところ空欄のカッコアというのが純、えー、資産のところにカッコアと書いてありますがこの問題は3級でも2級でも必ず純資産額を求めさせる問題が出てきます。 ただ、産休の場合は、ですね今回の場合、えー、保有財産が金融資産と生命保険の2つしかなく、えー、特にですね不在もないということなので、単純に自家評価していけばいいので、100万、250万、100万と、あと解約円泥金を20万足していけばいいということで、終わりなんですけども。 例えば株式が入ってくるとですね株式買った時の金額と今売ったらいくらかというのが出てくるんですがあのこういう FP で使うバランスシートは買った時の金額ではなく今売ったらいくらなのかというところが重要視されますのであの会計とは一般の厳密に言う会計とは違いますので今売ったらいくらなのかあとは今回は橋口家となってますから家族、まあ、奥さん、えー ご主人と奥様の分、両方足し合わせていくということになりますので、まあ、そこら辺ちょっと注意しながら、えー、じっくり計算していただければと思います。また、問い16もですね、えー、こちらについては、係数早見表を使った問題が出ていますが、実はこの問題もすごく簡単でですね、ちょっと簡単に説明していきますが、 これは今後15年間で毎年20万ずつ積み立て貯蓄をし将来の生活費の準備をしたいとで積み立て期間中に年齢2%で作利運用できるものとした場合の15年後の積み立て金額として正しいものはどれかとありますここでいつも私こういう解説の時に申し上げるのは例えばこれ運用しないでも15万を20年間で積んだらいくらなるかというと300万になります で、選択肢見ていただきたいんですが、123とありますが、あの、何もしない、例えば、単数預金でも300万になるのに、預けて減るのはおかしいと思います。3番が257万とありますが、減ったら預けたくないですよね。 あの銀行に預けて300万預けたら257万になっちゃったとそしたら怒ると思うんですよでこの、えー。こういう時には今みたいな形で、まあ、15万かける20やって300より上じゃないと意味がないので、まあ、3番の選択肢はなくなります。そうすると2番と1番なんですがこれ感覚的にもう2番なんですよ。2%です。増えるわけないので,で今回の場合どうしたらいいかというと今回早見表があるので、まあ、3つあるんですけども集荷係数、えー、20万に1.3かけてもたか,たかが知れているので年金 年金収穫、年金減価、どちらかしかありません。やっていきます。例えば20、二十万かける、えー、ちょっと年金減価からいきます。十二点、え、八四九をすると、あら、先ほどの。二百五十六万九千だから、二百五十七万と。なので、まあ、三番はありえない。だから、年金収穫しかないということで20。二十万かける、え、十七点二九三。 やると345万8600円ということで、まあ、ちょっとこれ、端数を切り上げていて345万9000円になっていると思うので、まあ、2番が正解ということになるのでだから16のところはこれ電卓叩いていけば必ず正解取れるので、まあ、これで落とすというのはもったいないなと思うので、まあ、考えながらやっていただければこういう問題は知らなくてもできる問題になってきます。 はい。あとは、18番が先ほどあったように、確定個人型の確定拠出年金はイデコです、ね、イデコは小規模企業共済と掛金控除ということで、これ確か先ほど学科の試験の時に申し上げたと思いますが、皆さん受けた時に当然皆さん共通で、午前中に学科試験、午後が実技試験というふうになっていますが、 あの例えば他の試験とかだと科目が変わるので終わった科目のことをですねその後復習する必要はないというのを、まあ、よく講師とかは言いますが FP 試験だけは例外ですなぜかというと、えー、午前中の学科試験も午後受ける実技試験も科目も同じ範囲も同じただ聞き方が違うだけですなので今回の場合例えば午前中に「いでこのところ」えーこ 個人型の金ちょっと分からなかったなと思ったら昼休みに必ず、まあ、テキストとか何か調べてもらってやってもらえれば必ず拾える問題なんですよなので、えー、もし、えーがえー、午前中の学科試験で不明点があったら、まあ、学科試験も午後の、えー、実技試験も作る人も基本的に同じ人が作るはずなので、えー、そうなってくると視点が同じなので出てくる可能性があるのでその昼にそこを確認するだけでもだいぶ点数あの 取れると、えー、拾えると思ううのでそういうふうにやっていいいいたただきとと思いますということであとは20 19番の高額療養費は典型的な問題なので高額療養費を、えー、求めているのか、えー、それとも自己負担を、えーまあ、高額療養費なのか戻ってくる金額を聞いているのかというのがあるのでそこら辺をしっかり見てもらえればできるかなというふうに思います。 ということで、これで、協会の実技試験は終わりですが、確かに選択肢によっては難しいものもあるかもしれませんけれども、基本に忠実な学習をしていれば、合格はできるはずです。では最後に、金融財政事情研究会の個人資産相談業務の公表に移りたいと思います。 でこちらなんですけどもあの回答につきましてはあの実施団体から出て、まあ、実施団体という金材なんですが、ね、出ておりますがあの今回の場合、えー、こちらは大問、えー、が5つ 1, 2, 3, 4, 5問あります5文あって1つの大門に必ず決まっているのは10点満点という配点が決まっています。 で、ただ3級は、その10点満点のうち、3点と4点のところがあるので、そこをもう公表してくれると。まあ以前は公表さえしてくれなかったんですが、現在は公表してくれますので、だからこれはもう採点が非常に簡単だということで、一般的にはその3つの中で一番難しい問題が4点になるようになっているということで、まあ、えー、50点ありますけれども、30点以上で合格となります。ただし30点以上で合格なんですけれども、3点の問題 15問の6割は9問ですが9問取れたら合格というわけでは単純にはいかなくてあの例えば3点のもの99つ取ったら27点なので30点達しませんので10問取れば、えー、15問中10問取ればどんな問題であっても必ず合格します。 ただ4点の問題があったりするんで、9問取れたから合格ではありませんので、必ず配点基準を見,見ながらですね、やっていただければと思います。では、まあ、簡単な公表ということでですね、見ていきますと、こちらはリスクがないような形になっていますので、ライフ、金融、タックス、不動産相続という形になります。でまあ、今回の第1問は、まあ、年金に関しての問題ということでですね、 まあこれについてはちょっともうこの通りなのでまあライフに関してはこの取材が多いのでまあこの問題につきましてはある程度拾えるようになっていただきたいなというふうに思いますので例えばなんですけどもえーと1番の えー、老齢給付に関しての問題ですけれども、例えばちょっと最初のところ、少し串格の中読ませてもらうと、老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間の中の10年か20年、まあ、これは選択肢から10か25のどちらかなんですが、10年を満たし、あるいは25年を満たし、かつ厚生,、えーえー、厚生年金保険の費用険者期間が1年 ないしは10年以上あるなどの要件とありますが、ここのところを覚えておれば、その時点で正解が取れるということで、ここは必ず覚えておかなければいけないというところなので、まあ、この場合は、1番が10、2番が1ということで、1番が正解なんですけれども、まあ、ここは覚えていただく必要があるかなというふうに思います。あとは年金の計算については、計算式があるので、まあ、こちらを見ながらですね、 あと、説明が、まあ、今回の人は、えっ、ー、と、A さんですか。A さん、B さんという二人なんですけども、えー、こちら資料のところにですね、え、国民年金何年加入とか、厚生年金何年加入とか、そういうのがあるんで、そちらを使いながらですね、問いにの計算していただければな、というところになります。続いて、第二問の金融なんですけども、えー、今回は、外貨、建ての定期預金の話ですね。 ということでですね。今回米ドル建ての定期預金預金という話になってます。で例えば問4であればえっ、ー、とまあ、ttm とか tts あるいは ttb の話があったりとかですね、えー、為替レートどのようなもレートが適用されるかとかいうものがあったりするので。 まあ、これは基本的な話なのでですね。まあ、これは、できるようになっていただきたいなということで、例えば、まあ、問い用の一番ですけども、まあ、TTM と TTS の差分は為替スプレッドと呼ばれるもので、取引金融機関により差異はありませんとありますが、えー、当然差異はあります。あのー、ここ儲けの部分ですから、えー、儲かり、儲けを取りたいと思えばこ、こ、えー、為替スプレッドを広く取ればいいし、 例えばネットバンクとかであればこれを狭くするということはあったりするので、まあ、銀行により差異がないというのは、えー、これはですね、えー、銀行、えっ、ー、と、 ここについては、ここの TTM と TTS については、異はありませんということで、そうですね、これ間違っているということになります。あとは、今回の問題だと、問い合うが一番、計算問題で一番時間かかるし、難しいので、まあ、ここは4点となっておりますので、今回は税金は計算しなくていいと、あと、預ける期間も0.25年で計算しろって書いてあるので、まあ、そこもうまくやっていただければいいかなと思うんで、ただ、ここで大事なのが、 今回の場合、満期時に円化で受け取るので、その時に TTS と TTM、M は違います、ごめんなさい、TTS と TTB、どちらを使うのかという話になるんで、まあ、自分はいつもこういうときには、今、外貨建て、外貨預金に預けているから、円を売りました、最初、円を売りました。で、これをですね、満期時に円化で受け取るということ、円で受け取るということは、円を買うことになります、円を買うこと。だから、円を買うから TTB、B と S はセルとバイナー なので、まあ、この場合は、えー、と円価で受け取るということは円を買わなければいけないから TTB を使うということなので、まあ、そこが理解できていれば計算問題もできると思いますので、えー、ここのところしっかり計算はできるようになっていただきたいと思います。 続いて第3問のタックスなんですが、まあ、こちらも先ほど学科試験のときに申し上げましたが損益通算というのは、えー、まあ3級でも2級でも1級でもどこでもよく出るので、まあ、今回の問題もです、ね、問い問なが総所得金額はいくらかという問題がありますけれども、まあ、今回の場合もですね、えー、まあ給与と不動産この2つだけで計算はできるので ま、そこのところができれば、答えは求まると思いますし、あとは今回、給与収入が1000万とあるので、1000万円の場合の給与所得控除額は、もう上限が850万を超える場合は、195万となってますので、1000から195引いた805。あとはそこに100万、えー、これ、駅通算できるので、100万引くと、705ということでですね、1番というふうになるので、まあ、これだけで4点取れるので、非常に簡単な問題ではないかなというふうに思います。 あとは問いはすが、ね、新しい配偶者控除とかについては今、合計所得が48万以下の場合38万受けられますよとかあとはその納税者本人の所得要件があったりするのでそこら辺はしっかり復習をしていただきたいなという,ふうに思います。 続いて第4問の不動産に移りますでこの問題は3級としてはちょっと自分、えー、全て見たわけじゃないんですけども、えーまあ、あの改正があってから初めての内容ではないかなと思うのが、えー、第4問の設例のところに「高、えー、土地」というものがあります。 で、高土地のところに右側にですね。上から用途、地域指定検閉率、建ぺ率指定容積率等々ですね。そういうものが載っているんですが、一番下の防火規制のところを見ていただきたいんですが、準防火となった。準防火で順防準防火に耐火、建築物などを建てると、えー、今まではこれ。 緩和にならなかったんですが、現在は、順防火地域に対価建築を建てても、えー、緩和されるようになってますので、えー、そうすることによって憲兵率が10%緩和、さらに今回は、えー、説明の下の方に書いてありますが、えー、っとですね、 高土地は憲兵率の緩和について特定行政庁が指定する角地と稼働地になっていますから、こちらについても緩和されるので、20%緩和されるので80%というふうになっていきますので、900に80%かけると720平米ということになると。あと容積率につきましては これもち3級と,としては難しいかなと思うんですが、全面道路福員制限の話ですから6メートルに十分の4かけると240%、あと4積率の低い方、小さい方になるので、つまり 900×2.4 900とやればいいので、そうすると2160となるので、2番が正解ですね、2番が正解というふうな形になります。 はいえー、あとは、まあえー、貸し屋立て付け値の計算式、これを覚えておけば解けるような問題ですので、まあ、ちょっとこの問題を見ると、3級でも貸し屋立て付け値の計算式を覚えなければいけないのかというふうにはなってしまうんですが、覚えていればすぐに解けるような問題になっているということになります。では最後に相続事業承継に移っていきますが、まあ、今回の場合、えー、前回の問題もそうだったんですが、見ていただきたいのは、問14の。 これは仮に A さ,んが A さんの相続が現時点で開始、A さんの相続にかかる課税遺産総額が2億4000万、基礎控除も引いてくれてますが、2億4000万だった場合の相続税総額は次のうちどれかということで、確かに答えは三四択一なんですが、この問題は相続税の総額の求め方が理解できていないとできない問題なので、これ、かなり難易度高いですで。2級でも同じ問題がよく出るんですが、2級の場合は、あの、 表があるんですよ表に埋め込んでいくのでそこにまあ順番がまあ書いてあるようなもんなのでそこに埋め込んでいけばいいんですけども産休の場合それがないので、まあ、相続税の総額の流れが分かってないと解けないのでこれはすごく難しい問題ですけども、まあ、相続やる上では産休でも総額は求められないといけないので、えー、やり方については必ず理解していただきたいなというふうに思いますので。 そこについてはですね、まあ、3級から意識していただければ2級の問題の方が逆にかえって簡単かもしれませんので、えー、まあこの問題は難しいんですけどもできるようになっていただきたいなというふうに思います。はいということでですね、えー、学科試験の科目とあとは実技試験2科目見,見させていただきましたが、まあ、難易度はえ年々上がってきているかもしれませんけどもとはいえ非常に基本に忠実な問題もありますので、えー、基本に忠実な学習をしていれば 合格できると思いますしあとは2級に進まれる方については必ず一つ一つですね正しいものは正しいものでいいんですが間違っているものがあった時にはどこが間違っているのかそこをしっかり理解しながら先に進まないと2級ではですね全く太刀打ちできなくなりますので3級は感覚ですねこれ間違ってそうだなとかこれ正しそうだなでもいいんですけども2級に行くとですね4子択一になるので間違ってそうだなじゃなくてどこが間違っているというのがはっきり言えないとですね ですね、あのつまずきますから、えー、3級のうちからです、ね、そういう学習を進めていただければ2級に行ってから非常に楽になると思うので2級に進まれる方はそのような学習を、えー、やっていただければと思います、はい、では時間になりましたのでこれで、えー、と2021年5月の FP3 級本試験の公表を終わりますお疲れ様でした